始める前に皆様にお願いがあります。これはですね、夜の動物園全体を通してのお願いです。動物写真撮っていただくのは構いませんが、フラッシュ撮影はご遠慮ください。動物たち、私たちより目がいいです。光を浴びてやっぱりね、やられてしまいますので、フラッシュ撮影だけはご遠慮ください。その他動画撮影するのは全然大丈夫です。あと僕たちですね、同じ理由なんですが、回線レンズをお持ちいただいているお客様も光を当てないようにお願いします。それではですね、今からとことん見ればいいミニブタライフ始めていきたいと思います。このイベントはですね、当園に住んでいるミニブタたちの登らないよ、で僕も真似しないよ、生活をしてますよっていうお話をしていくガイドになります。それではですね、今日の主役であるミニブタに登場してもらいます。主役だった。さあ、今出てきてくれたのはアジーくんです。当園にはですね、7頭ミニブタが住んでいます。お父さん、お母さん、そして子供たちなんですが、その中の子供たちの中で一番大きいのがこのアジです。子供なんだこれ。突然ですが、皆さんは豚の祖先って何かご存知ですか？イノシシ。早い、正解です。イノシシです。豚の祖先はイノシシと言われています。豚の祖先のイノシシはですね、単独のオス祖として母子群でして、お母さんと子供たちに分かれて生活をしています。ですので、公園でもお父さん豚とお母さん豚と子供たち2つに分かれて生活をしてもらっています。いつも見てもらっているのはお母さんと子供たちで、残念ながらですね、お父さん豚は奥の方で生活をしてもらっているので見ることはできません。では今、アジー君体が一番大きいっていうお話をしたんですが、アジー君見てですね、痛くないじゃん、ミニじゃないじゃんと思われた方いらっしゃるかと思います。実はですね、ここの個体看板にも書かれているんですが、100キロ以下の豚のことを全部ミニ豚と呼ぶんです。ですのでちょっと写真を用意したんですが、ちょっとネットから引っ張ってきたんですが、こんなに大きいこの豚さん、大体私のここぐらいですかね、の大きさがあるこの豚さんでも体重が大体90キロ後半らしくて、この子も立派なミニ豚と呼ばれます。じゃあここで問題です。足にいるね、アジー君、体重はどれくらいでしょう。3択出しますので、正解だと思うものに手を挙げてください。第1番15キロ、2番35キロ、3番50キロ。50ぐらいあるんだよ。1番の15キロだと思うから、これだと思うの手を挙げて。じゃあ2番の35キロだと思うから、はい、じゃあ3番の50キロ。3番の3番が最も多かったですが、正解は35キロです。意外とね、ガッチンしていますが、ちょっと調べられないようなので、なんで私たちが体重を把握しているかと言いますと、健康に暮らしてもらうためにですね、体重測定を月に1回行っています。で、今お姉さんがですね、手に持っている黄色のあの台は、実際に体重測定をする際に体重計にかこってはめるカバーになります。で、今からですね、あの体重計にかけるカバーを置いて、実際に体重測定の様子をですね、やってみたいと思います。今日はとても早かったです。いつもだとですね、結構マグマに乗ってくれなかったんですが、このようにですね、いつもご飯を見せて、おいでおいでってやって見せています。で、ちゃんとですね、こうやって4本足にしっかりと乗ってくれたところで、なんか豚じゃないの今の鳴き声。この子はですね、35キロくらいって言いましたが、ちっちゃい子だと30キロ以下、28キロとか、そのくらいなので、この後ですね、がでかいもんね、どのくらいの豚かぜにしてみてください。それではですね、今からはご飯のお話をしていきたいと思います。ミニ豚さん何を食べましょう。今ちょっと見えたかもしれません。小麦トウモロコシ、そう、ちょっとね、見えたかもしれませんが、人参とキャベツを主に揚げています。そして今お姉さんが揚げている茶色の粒々のご飯になります。あれはミニ豚の専用のペレット、固形脂肪です。ミニ豚に必要な栄養素が含まれています。で、今からですね、お母さんと子供たちにご飯をあげていくんですが、ただね、こういったボウルとかお皿にポイって入れてあげちゃうと、あっという間に食べてしまいます。ミニブタさんで、ね、とってもご飯が大好きなんですね。で、
こうやってただあげちゃうだけだと、すぐに食べ終わってしまうし、食べ終わってしまうし、ちっちゃい子が食べ終わってしまうし、なかなか食べることができません。なので、私たち飼育員は、それがこちらです。こういったね、ボールとかに餌を入れて頑張ってね、ご飯を出して食べてもらうっていう取り組み、これは環境エンゲージメントと言います。こういった取り組みを行っているので、今回もミニブタたちにこの入れ物に入れてご飯を入れて、こんな飛びにくい方あるか。で、実はですね、今日はこれ全部に入れずに1つだけにご飯を入れてミニブタたちに探してもらおうっていうイベントなんですが、実際にもうすでに1個入ってます。よかったら誰か一人お友達にウニブタより先に挑戦してもらいたいんですけど、誰か挑戦してもらえる？食事、食事、食事、ご飯探ししてくれる人、さっきからいろいろ言ってくれてるミニオンの男の子、この3つの中からご飯が入ってるよって思うものを選んでください。変わってもいいよ。ちょっと恥ずかしがりやね。さあ、どうでしょう。あ、いっぱい入れちゃったね。その正解です。今さ、どうやって探した？来る前にさ、ちょっと中登りたいなかったそう、実はですね、人間っていうのは探すときによく目を使います。じゃあ、今から出てくるミニブタたちはどうやって探すでしょうっていうのが次のクイズです。ミニブタたちもある体の部分を使って探します。どの部分を使って探すのかをぜひ見てみてください。で、今から実際に出てきてもらって答え合わせをしたいと思います。じゃあ今からですね、これを中のお姉さんに渡して実際にやってみましょう。ボールの中に書いてください。結構毎日くらいの頻度でこういったものを入れてあげています。こういったものはですね、実はリサイクルされているものなんです。あの黒いものはですね、海で漁師さんが使う杭、分かりますか？そう、あれに穴を使ったりとか、今お姉さんが持っている黄色の入れ物は、私たち飼育員がこういったね、豚さんのお部屋とかに入るときに、あの消毒液になって体調しなきゃいけないんだけど、それが入ってた容器とか、あと竹もね、近所の人からもらったりとかして、そういったものを使って、おもちゃとかを作ってます。さあ、準備ができたので、今からお母さんと子供たち出てきてもらいます。体のどの部分を使って、あの黄色い入れ物から、できることができます。じゃあ、お願いします。なんかめっちゃ黒いので、一番最初に出てきてくれる。ちっちゃい。さあ、どの部分を使って探してるかな？ここまで出てきてる。どんなところに入れてるんだよ。鼻を使ってご飯を探します。結構ね、鼻が動いてたのが分かることがあると思います。ゆかさんね、匂いを嗅ぐ力がとてもいいです。私たち人間に比べて100倍もいいと言われている。さっきもこれやったのかな。こんなにね、鼻がいいと、実はですね、ある仕事ができるんですね。それは高級食材と言われている。ポリフを嗅ぐ仕事を国豚さんがやっています。ね、鼻がいいので、口の中に埋まっている鳥に飼育員を探し当てることができるんですね。そして鼻はですね、鼻がいいだけじゃなくて、力がとっても強いです。口を掘ることもできるし、あとはですね、シナプスを動かすことができます。なのでですね、結構木製で作られているこういった扉とかもミニブタさんたちの鼻で壊しちゃうこともあるぐらい、とっても力が強いです。よく鼻ですよね。先ほどですね、お話ししたみたいに、ちっちゃい子、この子とかね、結構ちっちゃいですよね。これはですね、男の子と女の子の差もありますが、あと食べるね、色とかでちょっと体格差が出てきています。で、結構ですね、この子たち一緒に仲良くされているんですが、お母さんとお父さんもとても仲が悪いので分けているっていうのもね、理由の一つでもあります。さあ、じゃあそろそろミニブタたちも舌を出して食べ終わりました。すごい、ここまで協力してやる。壊れたりはしない。この後もですね、ちょっとだ
しい餌がまだ残っていますので、皆さん食べていくかと思います。ぜひね、お二人、お二人に来ていってください。はい。この後、6時45分からは、アムービヒョウの肉探しがあります。やりくを探しでヒョウさん、すごく動き回りますので、ぜひ見に来てください。はい。それで、ね、ここで肉探しを終わりたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。もうあそこまで餌をしてる。餌やりはどこ？中の餌出してる。はいはい。揺らしても無理やり落としてる。あ、サラさん食べるよ。その中にやってからね。みんな平等。餌が出てくる。面白いね。この種類。